はい、どうも、海です。本日も変人さん続きからやっていこうと思います。よし、このゲームも私大好きなんでね、めちゃくちゃやるの毎回楽しみにしてたんだよ。はい、スタート。はい、今日はどんな変人、まだまだあるからね、すっごい楽しみ。じゃあこっちですね。はい、ガチャリと。おー、なんか変な四字熟語なんか感じの部屋ですね。おー、おじいちゃんか。ツンな老人。ツン、もしかしてツンデレのツンのことですか。はい、301号室。おー、古き家って感じですね。お邪魔します。家賃回収に参りました。チッ、ウジ虫が、ウジ虫で合ってるかな。ちょっと思いっきり読んだけど違かった、恥ずかしい。うーん、いきなりそんなこと言うおじいちゃん、ツンというかもう失礼というかもう老害というか。わ、私ですか。なぜ貴様なんだ。ブツ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 。もしかしてどなたか待ってるんですか。はあ、ま、待ってないし、別に大した相手じゃないんだからな。待って、一周回ってな、可愛いよこのおじいちゃん。なんだ、めっちゃツンだ、ツンデレのツンじゃん。大した相手じゃないんだからね。大した相手じゃないんだからね。絵本、子供。あ、違う、大した相手じゃないんだから、ネックレス、これか。ん、ちょっと待って、私1問目にしてからもう終わりそう。これ、8月ハート、恋人。あ、よかったよかった。怖い、いきなりミスるかと思った、追い出されるかと思った。日めくりカレンダーにハートマーク、大事な人を待ってそう。そうだね、何、恋人、不倫相手。カレンダーにハートマークがついてますね。うるさい、ハートじゃないんだからな。ハートじゃないんだから。なんだじゃあ、ちょっと丸の形が歪んだだけなんだからな。別に大したこいつのこと待ってないんだからな。もうツンデレじゃん、典型的な喋り方が。私はカレンダーにハートマークがついてるって言っただけですよ。この人が来るんですね。へん、あいつの顔なんて忘れたんだからな。もう可愛い、おじいちゃん可愛いんだけど。顔は忘れたんだからね。これかな、ペンダント。あー、やっぱ孫？孫かな。絵本とかもあったし、お菓子もいっぱいあるし。ロケットの中に子供の写真、待っているのはもしかして。孫？この子は？汚い手で孫に触るな！孫なのにさ、来てほしくないんだからね、とか、そんな態度なの。あー、お孫さんなんですね。だったら何なわけ。ギャル、ギャルみたいな喋り方になってない？大事にしてるんだなと思って。当たり前だ。何か言いました？なんでもない。なんで孫大事にするのにツンになる意味なくない？めっちゃいいおじいちゃんじゃん。おい、何でしょう。そのもじもじしてるな。これは俺のいとこのハトコの知り合いの孫のプレゼントの話だが。うん、遠いな、なんかだいぶ。はい、どうかしたんですか。5歳の男女はあれを喜ぶと思うか。絵本、絵本かな、これは。絵本かお菓子かどっちかわかんないけど、ちょっと、あ、絵本じゃない、お菓子。こっち、5歳の男の子が喜ぶものは、あ、こっち、こっちね、男の子だから。あ、なるほどなるほど。で、喜ぶんじゃない、イカレンジャーみたいな感じのこと。すごいいいデザインですね。戦隊もののおもちゃだ多分。いや、絶対お孫さんへのプレゼント。そうね、これ自分の絵のね、なんか自分のものだったらちょっとそれはそれで変人だけど。あなたのお孫さん喜ぶんじゃないですか。だ、誰が俺の孫だと言った。もういいですって。まあ喜びそうならいい。そんなに不安ならお孫さんに直接欲しいもの聞いたらいいのに。バカ、そんな恥ずかしいことできるか。かわいい、ピンポン。あ、お孫さん来たんじゃないんですか。お孫さん、別に全然嬉しくないんだからな。嬉しいかは聞いてませんけど。それでは失礼しますね。家賃、家賃。おい、何のために来たんだバカ。
あ、すっかり家賃のこと忘れてました。いや、管理人さんしっかりしてよ。それのために来てるんだからわざわざ。家賃受けと、あ、でもちゃんと自分から渡そうとしてくれるところ、いいおじさんじゃん。ありがとうございます。で、別にお前のためじゃないんだからな。まあね、それはそうだろうね。自分がここで生活していくためだから。はいはい、それではお孫さんと楽しい時間を。でもこの人別に、まあだいぶツンデレなところは変なのかもしれないけど、いいおじいちゃんだね。さあ、このおじいちゃんはこの後、あ、孫と遊ぶのか。おじいちゃん、お邪魔します。ふん、勝手にしろ。照れてる、おじいちゃん照れてる。あ、孫にもこんな態度なんだね。あ、おじいちゃん、その箱何？そこら辺に落ちていた。惜しければやれ。あんなものがそこら辺に落ちるもんですかね。わあ、イカレンジャーだ。おじいちゃん大好き。バッ。え、何何、もうなんか中高生の女子高生に見えてきたよ。女子高生ツンデレだよ。その、別にお前のために買ったんじゃないんだからな。落ちてたんでしょ、偶然拾ったんだからな。わかってるよおじいちゃん。ふん、そうだ、偶然にも冷蔵庫に寿司があった。どんな偶然だよ。さっさと手を洗ってこい。はーい。でもこの孫もね、多分好きなんだろうね、おじいちゃんのこと。はい。なんだよあいつ、あんな嬉しそうな顔しやがって。孫はちゃめちゃに可愛すぎる。デレが出た。初めてのデレを解放したおじいちゃん、つんなろうじ。孫。何の鳴き声それ。おじいちゃん、手洗ったよ。まごまごしておったら寿司が冷えるぞ。なあ、あんたでしょ、まごまごしてたの。うん、一緒に食べよ。ズズズズズズズキューン。かわいいな、内股になってたよさっき。え、何この301号室おじいちゃん好きなんだけど。目を閉じればツインテールに釣り目の美少女が浮かんでくる喋り方と同じ。本当だよ。うん、超テリアで誰にも素直になれず、ずっとこの調子で生きてきてしまった。本当は孫と暮らしたいけど、祖父の威厳が邪魔して一人暮らし。夢は孫と手をつないで散歩すること。あー、ちょっとその手をつないで散歩するのは道のり遠そうだけど、でも孫くんもね、普通におじいちゃん好きだから、おじいちゃん手つなごうみたいな感じで言えばさ、別につなぎたいわけじゃないんだからなみたいな感じでつなぎそうな感じはするね。お前が言ったからつなぐんだからなみたいな。あ、めっちゃありそう、そういうの。はい、じゃあ302号室、お、2人向き合う男、向き合う男、え、男同士で暮らしてるってこと。もうちょっと詳しく。おお、なんかイチャイチャしてんね。あの、アヒル鳥。お邪魔します、家賃回収に参りました。おーっと、ディ・モア。ね、ちょっと誰か来たんじゃない？ルイ、レオンとルイ。あ、ボン？何？ほん、あ、ボンとか、なんかさっきの。君しか見えないよ、レオン。シュエッ、素敵ね。なんか外国語？ジュティーム、愛してるよ。本当にお邪魔したみたいな。うん、お邪魔しちゃったね。二人の熱々のところ。これはでも、ちょっと詳しく聞かせてください。こんにちは、すぐに帰りますんで家賃だけ。困った、話が通じない。もう二人の世界に入ってるから、多分管理人さんいないんじゃない、ここに。多分フランス語だよな。あ、なるほど、フランス語なんだ。フランス人二人で住んでるってこと。フランス語で挨拶しよう。あ、ボンジュール、こんにちは、じゃ通じないってことなのかな。5に入っては5に従え、フランス語で挨拶しよう。はい、なるほど。両方、2人ともフランス人。あ、で、レオンとルイだから、名前的にも、あれか。ボンジュー？あ、こっち向いた、2人とも。ボンジュー、ムッシュ。今月の家賃をシンブプレ。あ、シルブプレ。すごい、なんかちゃんと喋れてる。うーい、確かあっちに財布が。ノン、私から離れないで。デゾーレ。ごめんなさい、もう離さないよ。あの、お支払いは？私たち手が離せないの。トゥジュ、いやー、手離、いや、どっちかの手ぐらいいいじゃん。片っぽつないでけばいいんじゃないの。あれを使うには両手が必要な気がする。あれを使うには、あれを使うには手、
あ、これご飯、あ、いや、トランプか、トランプは両手使うね。はい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 、もうトランプしてたなら手離してたことだね。手をつないだままではトランプで遊ぶのはかなり難しい。ずっと手をつないでどうやってトランプで遊んだんですか？おー、あらら、気づいたっちゃった？混ぜたり配ったりつながってじゃ無理よね。意外とやるじゃない。でも今払われたくない気分なの。出直してくれる？むしろやっぱ外国人ってあれなのかな、人前でも全然イチャイチャできるみたいな感じの風習なのかな。よほどのことがない限り離れないわけですね。私たちの仲を引き裂くものなんてないわ。本当にないんだろうか。いや、こいつらを引き離せるようなもの。こいつら弱りになった。カニ兄さんがもう適当になったよ。私たちを引き裂くものなんてないわ。どれだ、なんかこのベッド、あ、お金、え、お金、なんだ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 、枕の下にお金、いわゆるへそくり、あ、なんか隠してるんじゃない、どっちかがなんかやっちゃってんね。おや、枕に何か挟まってますね。レオン、何このお金、あたし知らないわ。ルイ、でそれ、これには訳が。あの、家賃はへそくりからいただいて帰りますね。レオン、お仕置きよ。あ、そのちょうど足りたんだ、家賃分で。許して、今のうちに帰ろう。メルシー、僕ありがとうございました。ああ、あれ、カリニさんが言ったな。なんだなんだ、この後どうなるの、お仕置きされるんじゃないの。さあ、どんなプレイをするんだこの二人は。私にプレゼントするためにへそくりしてたなんて。あ、そういうことね。あら、可愛い理由ですね。デゾレ、ごめんなさい。気持ちは嬉しいけど、隠し事されて胸が痛いわ。え、でもサプライズならね、ちょっと嬉しいんじゃない。どれくらい痛いの。ダンスの角に足の小指をぶつけるくらいを、結構リアルな痛さだった。さ、お仕置きよレオン、自分でできるわね。ふん、何すんの何すんの。レオンはタンスの角で、その痛みを自分、あの味合わせるってことね。あ、いや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 、いたすごく痛いわ。でもこれで同じになったわ。私たちは全て一緒じゃないと。そうでしょ。ウィトワエモアエ、あなたと私、プールトゥジュール、この先もずっと一緒よ。あー、いやー、愛が深いね。いや、でもまあ、お幸せにって感じですね。別からそこまで、まあ、言うほど今までよりは、うん、全然いい感じだと思う。すっごい愛し合ってるし。向き合う男たちは痛みも共有。二人で一人、何をするにも常に一緒ではなくてはならない。それは全ての感情、経験にまで及ぶ。え？片方に痛みがあれば、片方が同等の怪我を負う。痛みさえ共有する魂の双子である。お皿もフォークも一つだけ、きっと仲良く交互に食べさせ合って。うわー、まあ本人たちがそれで幸せなら全然いいんですけど、ちょっと私考えられないな。すげえ、同じフォークで。うわー、そうか、すごい。もうそこまで本当に大好きなんだろうね。超超愛し合ってる。いや、大好きでもそこまでするか、する人あんまいなさそうだけど。はい、じゃあ次、303。いや、でもまだ可愛いもんだよ、今までに比べたら。結婚する男。お、なんだ？幸せ。なんか今日幸せ系多くない？なんか孫の最初のツンなおじいちゃんも可愛かったし。お、お邪魔します。家賃回収今、すっげえ家だな。そうかは、白かな？ピンクかな？部屋の飾り付けで悩んでいるみたいだ。ああ、こんにちは、管理人さん。ご覧の通り、結婚式の準備中な、え、家で結婚式するの？ご結婚されたんですか？おめでとうございます。あっは、幸せいっぱいです。しかし、笑い方独特。あっはって。親族も友達もおりませんのでね、ここで式を挙げようと思っています。ああ、二人だけの結婚式とかならまあいいだろうね。なるほど、それで飾り付けを。今時は写真撮影だけ行う結婚スタイルもあるみたいですが、そうね。まあそこは夫婦の自由ですね。自分のわがままなんですよ。形だけでも結婚式を挙げたくて。そこでなんですが、結婚式に欠かせない役目を管理人さんにお願いする。いやー、なんか嫌な役引き受けることになりましたね。新婦役ってことでしょ。めんどくさいな。結婚式に欠かせない役目と、あ、司会か。司会、こっちか。進行、でも誰もいないんでしょ。
え、2人、え、だ、誰になんか言うの？え、お客さんいるの？お客さん？結婚式には式を進める司会が必要。はい。でもめっちゃ席用意してるから誰が来るんだろう。まさか私が司会を？頼れる人がいないんです。お願いできませんか？とばっちり。わかりました。私でよければ司会役を引き受けます。よかった。これで式が挙げられます。では改めて恋人のミキを紹介させてください。ミキは毎朝美味しいスムージーを作ってくれるんですよ。ミキさん？どこ？あ、この人が。婚約者ミキはどこ？え、でも、え？手なくない？腕。あれ？え、でも綺麗。え？婚約者ミキはどこにいる？え、この子じゃないの？え？え？ミキ？え、ミキ？え、ちょっと待って。これ。え、違う？ん？靴？こっち？ん？え？どこ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 にもいないよ。女の子、あまり部屋を荒らさないでください。ミキが怖がってます。いやいやいや、でも司会任せてきたじゃん。あ、すいません。今日のところはお引き取りください。むず。え、ちょっと待って。どこにあった？え、だって完璧あの女の人じゃないの？追い出されてしまった。くそ、司会だけ任せて追い出すとか何やつや、あいつ。ミキ？ミキさ？待って、ちょっと待って。あれ、タップできない。あ、あったあった。は？どういうこと、どういうこと、どういうこと？ミキサー？え？ミキサーはボタン一つでスムージーを作ってくれる。は？恋人ミキ？え？どういうこと？え、待って、全然わかんない。どういうこと？ミキさんが見当たらないんですが、もしかして。紹介します。ミキサーのミキです。え、やば。え？やばくない？こいつ。なるほど。自分もまさかミキと家庭を築くことになるとは思いませんでしたよ。は？は？は？何？え、人間と物の禁断の恋みたいな？そりゃそうですよね。だってミキサーですよ。ガーガーうるさいし喧嘩ばかりですぐに別れると思ってましたよね。何？うるさいのはお前だ？ちょっと早速喧嘩ですか？やめましょうよ、結婚式前に。結婚式なんてやめだ。え、こっちだって他のミキサーに乗り換えようと思ってたんだよ。何音？何？ミキサーと喧嘩してんの？本当に他のミキサーに乗り換えるのか？あが、これ？あ、ミキがスムージー作りに大失敗。かわいいな。ウェディングドレス見せたら喜んでくれた。楽しみだね、結婚式。他のミキサーなんて考えられない。いや、全然そんなことなくない？うん。全然乗り換える気ないよ。他のミキサーに乗り換えるなんて大嘘だ。はい。いやー、管理人さんもよく何も突っ込まずに、は、ね、会話できてるね。本当は他のミキサーなんて考えられないんですよね。なんでそれを。そのドレスだってミキさんのために用意したんでしょ。ごめん、ミキ。もう、うん、もう怒ってないよ。仲直りできたみたいですね。いやー、恥ずかしいところを見せちゃったな。あー、今更気にしませんよ。もう気にしないよ、そんなこと。もう今この状況受け入れてるから。当日は何卒自分たち夫婦をよろしくお願いします。家賃を受け取った。おー、ありがとう。あれ、ちょっとお金が多いですよ。幸せのお裾分けです。なるほど、司会役の給料としていただいておこう。結婚式楽しみにしていますね。それではお邪魔しました。いや、これは確かに読めないな。親族も友達もこんなことになってるって言ったら絶対病院連れて行かれるよ。結婚式当日、うわ、めちゃめちゃ綺麗に本当の結婚式あげるね、ガチガチの。続きまして新郎新婦による誓いの言葉です。私は本日世界で一番幸せな花嫁となります。待って、お前が花嫁になるの？これから新郎と励まし合い、喜びを分かち合い、笑顔の絶えない家庭を築いていくことを誓います。お前のウェディングドレスだったんだ、それ。やべえな、だいぶやばいな。彼が新郎、新婦側、ミキサーのミキは愛称で、名前はミキオラ。そうだったの。両方生きるね、ミキって確かに。呼べる友人がいないのに、卓を用意してあるのは、卓上の食器たちがミキの友人だから。あ、なるほどね。あなたの周りには家電に名前をつける人はいないだろうか。あ、まあ、いそうだけど、誰にも迷惑をかけないタイプの返事さ。そうね、確かに。これはまあ、
自分が満足してるし周りに迷惑かけないから全然自由ですけど、すごいね、本当に結婚しちゃった。でもね、管理人さんも本当よく引き受けてやったね。すごい優しい管理人さんだ。はい、304。いやーでもなんかいいよ今回サプライズ男。あれ前回に比べたら怖さとかそんなないし、なんか平和な感じはする。おお、ちょっとやばそうだよここ。お邪魔します、家賃回収に参りました。こんにちは。いない？いやでも開けてくれたしな。なんかいない人結構多いね、入ってから入居者がいない。いやここな盛り上がってんね、隠れてるつもりそれで。はい、カーペットが不自然に膨らんでいる。まさかこの下に。これどんなタイトルだったっけ。そういえば、あ、マジックする人ね。サプライズ何してるんですか。サプライズ、サプライズになってないですよ、バレバレでしたから。マジシャンなのにもうバレバレってもう一番言っちゃねえダメな感じじゃん。あれどこに行くんですか。サプライズ、ああ、お早いお戻りで。管理人さんの塩対応よ。はあ、もしかして私を驚かしたいんですか。イエスサプライズ、私変な人にばかり会っているもので。そうね、こんなんじゃ全然驚かないわ。ちょっとやそっとじゃ驚かないかもしれません。はあ、なんかすみません、あの家賃をいただいても。あ、どこにあるかな、サプライズ。見つけてみろってことかな。本当にあるのね、ちゃんと信じるよ。あるんでしょうね。お金はどこにある。ヒントっぽいのは特にないんで、まあだいたいちょっとこの中かな、気になったのは。あ、違う、あ、ここの箱開いてるの。あ、違う、え、これ普通にむずない。いや、お金はどこにある。お金っぽい。え、じゃあもう次こっちのプレゼント箱。はい、なぬ、これはサプライズですね。いろいろ触らないでもらえます。それ仕事道具なんだ。急に冷たくなったな。あ、普通に喋るんですね。ええ、もうあなたサプライズ対象じゃないんで。普通だった、サプライザー対象じゃないと、そんな冷たい対応になるんだね。ちょっと寂しいなそれは。あ、なんかあったあったあった。適当にタップしてたら、え、どこタップした。あ、奥のこの左の奥のやつだ、風船の隣のこん中にあったんだ。はい、ちょっと2回も見せてたんだけど。はい、え、むず、中にお金があった。びっくり箱は故障しているけど、本当だね。もう全然役立ってないびっくり箱じゃん。うわ、こんなところにお金が。やった、見つけたぞ、嬉しいな。うん、よかったね。冷た。あれ、なんか暗いですよ。俺の人を喜ばせたい欲求はもう満たされないのか。何、どうしたの急に。意味深な。本当は喜ばせたいんじゃなくて驚かせたいんでしょ。こうやってこんな感じで、だよねだよね、絶叫聞きたいみたいな。恐怖に歪んだ顔、彼が真に求めるリアクションは恐怖。うわ、なんか闇深いね。あなたが本当に見たいのは人の怖がる顔じゃないですか。恐怖。そうです、お化け屋敷のスタッフとかやってみたらどうですか。恐怖させたい、練習相手になってよ。いやー、でも管理人さんだいぶ心強いからな。僕は練習相手に向いてないですね。あ、でもリアクションのエキスパートに心当たりがありますよ。誰。イエス、サプライズがしたい。これでご近所付き合いも広がると嬉しいな。それでは見つけた家賃はいただきていきますね。お邪魔しました。誰だろう、誰。え、それなんか話つながったりすんのかな。はい、気になる。あ、怯える男。あー、え、ちょっとここに繋がるの面白。やっと出られる。これからどうしてやろうかな。そうだ、次会った人間に取り付いてやる。あー、ピンポンピンポン。はい、今開きますね。ガチャ。え、あ、サプライズ、イエー、出たー、シューン。あ、成仏した。あれ、誰もいない。また失敗か。まだまだサプライズが足りないな。あ、すごい、成仏させた。え、待って、こういう風にどんどんいろいろご近所付き合いとかもあるんだ。面白ー。
サプライズ男は悪霊払った、すげえ、めっちゃ救世主、めっちゃヒーローだよそれ。サービス精神を旺盛すぎる男、サプライズ嫌いな人間には手痛い変人さん、管理人の勧めで恐怖のサプライズに挑戦、怯える男、悪霊を図らずも退治しアパートの平和を守ったヒーローです。今回の MVP はこのサプライズ男です。